はい、どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ、ちょっとですね、しばらくはこの形で、スタイルで、撮影をさせていただくようになると思うんですけど、急遽はですね、こちらの小雪ちゃん、マロンちゃんのケージも DIY でですね、ラックのこのスペースですね、一段のスペース丸々過ごせるようなケージをですね、オリジナルで作りました。で、まあ、ゆくゆくはですね、こういう形にしようと思ってたんですけど、なんで急遽ですね、こういう形にしたかというとですね、うずらの方のチャンネルでもね、動画を上げるんですけれども、ちょっとですね、こんな形で高さがある方にですね、移しました。もともとはここが、小雪ちゃんとマロンちゃんのですね、ゲージを設置してたとこなんですけど、ここにですね、真ん中を分けて、で、ヒメウズラとナミウズラがですね、別々のスペースで暮らすように、ちょっと喧嘩を始めちゃったんですよね。なので、こういう形でですね、違う、急遽ではあるんですけど、こんな形で、もうバタバタだったんですけどね、変えるようになりました。で、まあ、バタバタで仕上がりはですね、ちょっと、もともとうずら住んでたところをベースに、もうちょっと補強して作ったので、ね、まだまだ、まあ、十分ですね。ここがもうぐにゃぐにゃだったんですけどね、うさぎだとね、ぐにゃぐにゃだともうね、簡単に壊すと思うんで、で、あとここ、金属製のですね、この枠をつけて、かじるのを防止したんで、今のところですね、かじられたり、そういう形跡がないんですよね。で、水飲みも設置して、トイレ、こっちですよね。ただ、今回はですね、なぜかトイレよりもそれ以外の場所で、ね、用を足してることが多いですよね。相変わらずこうやってくっついてね、こっちにおやつをくれっておねだりしてるんですよね。うん。あ、ちょっと騒がしくなったね。これをちょっと上げてみましょうかね。先日紹介したこのグルテンフリーの乳酸菌サプリのプラスエイジングですね。さあ。痛い。やっぱりこれ小粒だからね、手のひらであげると危ないですね。痛い。5回ぐらい噛まれちゃいましたね。まあでも、甘噛みだからね、全然血が出たりしないんですけど。形で丸吉くんのですね、もうなんか定位置が決まっちゃいましたね。丸吉くんのね、この新しく作ったケージとスタイルが似てるんですよね。この形でこっちが80センチ幅で、こっちがですね、だいたい85センチぐらいですね、幅があるんですよ。だからね、高さはね、こっちの方がないんですけど、こっちの方が少しだけ広い。まあ、その代わりね、もうね、仲良し姉妹で同居してる分ですね、少しだけ狭く感じるかもしれないんですけど、ただこれぐらいのスペースあったら、なんか追いかけっこもですね、軽くやってる様子もですね、見れたので、本来だったらね、ケージの中ではそういうことはせずに、平安歩の時にですね、こう、走り、鬼ごっこじゃないですけど、そんなこんなでですね、今まで使ってたケージはですね、緊急用というかですね、どっかに移動するときに、キャリーだとね、狭くて、かじり切ってですね、最悪壊されちゃうと思うんですよね。そういうときに使いたいと思います。で、今後はですね、下の段にも、ね、急遽移動してもらった、ももちゃんとココアちゃんもですね、同じようにこんな形でですね、フル活用、スペースをフル活用できるケージを作ってですね、
材料はね、もう手元にあるものでほぼほぼ足りると思うので、下が完成したら普段と同じような撮影スタイルに戻ると思います。はい、ということでですね、今後もこの子たちのですね、より暮らしやすい環境を作っていったり、あとはね、健康のためにですね、よりいいものを普段からホームセンターやペットショップで探してますので、いいもの見つけたらその都度、ね、その都度紹介してですね、行きたいと思いますのでね、参考にしていただけたらなと思います。はい、ではこの子たちとですね、僕の暮らしを今後も見守ってあげようかなって思ってくださった方、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた他の動画でも皆様とお会いできたら嬉しいなと思います。ではまたお会いいたしましょう。さよなら。Thank you.